故郷の町が焼かれたその日に、みんな軍に志願した。あの日の僕らは、命を懸けうるものがあると信じていた。それがどんな代償を払うものか知りもしないで。それでもあれが僕らの青春だった。北東の風、快晴。おいラズ、寝るな。本気で眠りこけてたわけじゃねえよ。お前こそ気張り続けてちゃ持たねえぞ。手震えてるじゃねえか。頼むぜ隊長、やっとやり合えるんだからな、帝国のクズどもと。風が変わった。来る。お、いつもの風のお告げか。敵が来るんだな。お前ら、出撃だ。イージー隊、聞こえるか？イージープラトン。こちらイージープラトン隊長、クロード・ウォレス。帝国軍が動き出した。そちらへ向かっている。そのようだ。頼む。そこを抜かれたら戦線が崩壊する。印象隊、了解。幸運を。攻撃が終わるまでは敵も前進してこない。
その間に有利な配置につく。海は迂回して南の丘へ登り、敵左翼の足止め。ラズは東側で敵の注意を引きつけてくれ。随伴人2名。おう、お前らしっかりついてこい。いつでも行けます。ハーフェン号前進。認証隊戦闘開始。みんな訓練通りやろう。僕たちならできる。帝国の要塞を攻略し、敵大型榴弾砲を確保する。認証隊出撃だ。予想はしていたが、やはり守りが固いな。どうするクロード。焦って突っ込めば総崩れになりかねない。いきなり門を落とすのは難しいだろう。確実に橋頭保を築いていこう。まずは橋の前の敵拠点を制圧するんだ。その後は制圧してから考えるか。今はそれしかねえな。よし、みんな行くぞ。いい正体出撃。いいかクロード、困難な作戦でこそ指揮官の能力が問われる。兵士を的確に運用することもその一つだ。基本を忘れるな。分かった。確かにその通りだ。心に刻んでおくよ。さあ行くよ。どうってことないよ。ここは射程内だ。敵の反撃に注意せよ。ああ、足回りがイカれた。皆さん、周囲を警戒してください。後方に注意せよ。任せときな。撃つぞ撃つぞ。かばりやがれ。味方がやられました。ハーフェン、よし、拠点を抑えたぜ。目標の拠点を制圧したのに、敵の迎撃が激しすぎて前進できない。クロード、このままじゃまずい。みんな仲良く蜂の巣にされてしまうぞ。なあ、一か八か突入しちまおうぜ。こんなとこで無駄死にするよりはマシだろう。ダメだ、正面突破は危険すぎる。今は耐えろラゼ。なこと言ってもよ、耐えてどうなるってんだ。
必ず何か突破口が見つかるはずだ。それまで耐えてくれ、みんな。行動開始だ。行動開始だ。前進する。ハーフェン号なら歩兵の攻撃なんて平気ですよ。どこもかしこも敵の射程内。くそ、どうすりゃいいんだよ。ずいぶんお困りみたいね、シンデレラ。ああ、シンデレラだ。てめえこんな時に冗談のつもりか。城の舞踏会に行きたいんだけど、カボチャの馬車がなくて橋が渡れないんだ。は？お前までどうした、クロード。それじゃ魔法をかけてあげる。魔法か。本当にそんなものがあるならお願いしたいかな。私に任せて。
隊に近づけない。行くわよ。ひるむな。進め。私の勝ちね。さすがですね。行くわ。何段数を確認せよ。する。援軍を待ちましょう。私に任せて。私の勝ちね。なるほど、できるな。やってる。よし、門の突破に成功したぞ。みんな、このまま前進だ。敵の大型榴弾砲を露獲する。おれ、帝国民の血と汗でできた兵器を連邦の大敗主義者などに奪われはせぬ。我が大祖国に栄光あれ。危ない、伏せろ。